情報発信をしてるとですね、やっぱり私もそうですけども、批判っていうのはあるわけなんですよ。まあ、私は批判と捉えてるんじゃなくて、異なる意見っていうふうにね、いつも表現してますけどもね、あります。で、よくね、叩かれて一人前だってことがありますし、まあ、批判されておめでとうっていうのもそうかもしれませんけども、私実はそうは思わないんですよね。やっぱりね、叩かれちゃダメだなと思いますね。で、ましてや叩かれることを狙ってやるとかっていうのはもう三流の方法だと思うんですよ。やっぱりね、叩かれない方がいいに決まってますよね。もしくは無名は何ですかね、悪名は無名に勝るって言葉もありますけども、確かにそうなんでしょうけども、でね、何ですかね、悪口を避けていくことはできないと思うんですけども、それでもね、ない方がいいと思います。悪口があったことを喜ぶとか楽しむっていうところは、私はね、自分は耐えれますけども、耐えれない人に対してはそういうことがあるもんだよとかね、っていうのはなかなかならないんですよね。で、むしろ批判される原因を取り除いてあげないといけないかなと思うんですよ。これはね、多分多くの方とは逆行していることだと思います。批判も乗り越えてみたいなことではなくて、批判を浴びないように生きていかないといけないと私は思うんですよ。まあ、解決方法もすごく単純でありましてですね、批判を別に、それはね、自分がね、インプットしに行くから批判が目に入っちゃうんですよ。で、自分の名前で検索するとかね、自分の悪い評判を気にするとかね、自分に対して歯向かってくる人と付き合っていくとかってことをしちゃうからだと思うんですよ。だからそういうのが目に入らないような環境になるぐらい、自分が自分のことを一生懸命やればいいのかなと思うんですよね。もちろんね、バッド評価とかつくと思いますし、悪意のあるコメントとかも来ると思うんですけども、まあ、それをね、いちいち見ていってしまったら、まあ、無駄だなと、もったいないなと思うんですよ。で、私の場合はあえてですね、あえて全体の情報量のうち1割ぐらいをノイズと言われる、自分にとってですね、もう全く真反対の意見を発信する人、しかもしつこく発信する人をあえて残しているというところがあります。それは常に自分を自己否定して客観視したいからなんですよね。こういうふうに見える部分もあるのかとかね、こういうふうに自分は攻撃的に思う人をこの世の中に生み出してしまったのかってことを重く受け止めるために、自分と違う風向きっていうのもね、あえて取り入れてるところはあります。それはね、自分がタフだからできるわけなんですけども、多くの人は心が折れるとかね、いうこともありますし、まあ、鬱になるみたいな言葉も、まあ、口々に言われるように、人からの批判っていうのは本当に弱いんですよね。だから弱い人にそれに頑張って耐えろとは私は言いません。もう完全にそれが見えないように自分の内側を鍛えていくと、自分の行動を鍛えていくということしかないのかなと思うんですよね。まあ、批判されておめでとうっていう意見に対しましては、私はね、そうは思わないってところにもなってくるんですけども、叩かれて一人前とも思わないんですよ。だからやっぱり叩かれない方がいいですし、もし叩かれるにしても、叩かれるね、10倍100倍ぐらい多くの人に感謝されるっていう現実がないと、人ってのはやっぱり続かないと思います。まあ、それでもね、一部自分に対して向かってくる人がいたら、やっぱりやりたくなくなっちゃうとは思うんですよね。まあ、そういうことをいろいろ考えた時に、私はですね、まあ、人をする立場に曲がりなりにもありますので、叩かれてよかったねっていうふうにはならないんですよね。私は叩かれないようにしていくということもあると思います。まあ、叩かれることを意図して、まあ、アクセスを集めるなんてのはね、やっぱ下品な方法だと私は思いますんでね。人がやってるのはどうぞやってくださいって話なんですけども、悪いとは思わないですけども、自分からやろうとも思わないですし、自分からやらせようとも思わないっていうところですかね。やっぱり人はね、喜ばれて感謝されて、それから一歩一歩進めるんではないかなと、これが普通の人の感覚だと思います。私は異常なんで、自分に対しての批判っていうのはどうでもいいんですけども、普通の人が育っていく時に批判をあえてそこにね、入れていく必要はまあないのかなと思っちゃうんですよ。それによって潰れてしまっちゃいけないんでね、やっぱ励ましていかないといけないかなというところでございますね。はい、それではですね、これで999話になったのかな。では1000話に達したと思いますんで、1000話の方の開放をよろしくお願いします。もう図らずもね、999話が批判とかね、そういうふうなね、向かい風というものになってしまったことに何かしらの因縁を感じます。それではですね、ここからですね、第2章が始まるということですかね。楽しみですね、非常に。はい。ここからの動画の方、かなり盛り上がると思いますので、再生数ね、まあそんなにないと思いますけど、20とか30かもしれませんけども、もしよろしかったらね、1000話以降が本題です。1話から999話っていうのは単なる前振りなんですよ。前振りね。1000話のために今までやってきましたんで、1000話以降がやっとスタートでございます。やっとスタートして、どこまでこの1000話がついてこれるのか、その1000話ってのは誰に向けたものなのか、そこをね、皆さん、プロレス、格闘技を見るような気持ちでご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼します。